うん、きっと主だよ。何？あー、ほんとだ。ちっちゃいね。タガメ、もっと大きいもんね。幅も広いもんね。ゆいと、なんか細長いのがいるよ。頭がね、三角形なの。ほら、あっちから流れてくる。この制服似合うでしょ。ブス、デブ、ブスブス、デブデブ。うんだ、私だって同じの着てやるんだもん。似合うの？お姉ちゃんよりずっと可愛いもん。むきないと眠れないお子様だからいけないんじゃない？何よ、お姉ちゃんと一緒にしないでよ。一緒なわけないでしょ。私の方が1歳年上なんだからね。1個も2個も変わらないもん。何よ、それがどうしたのよ。
知らないよ。やっぱりバレちゃった。おかしいんだよ、こうやって私がいること自体。そんなことないよ。だってはるかは、はるかは、ごめんなさい。ごめん。はるか！なんで来たの？はるか！ちゃったんだ。私が思い出しちゃったから世界が壊れてきたんだよ。私とはるかとゆいとの楽しい世界、三人の楽しい世界壊れていく。私のせいで消えていく世界も、はるかも、私が思い出したから。はるか、はるかを探さなくちゃ。早くしないと、はるかが。私、すっごく楽しかったよ。二人のおかげで、とても楽しい時間を過ごせた。ありがとう。はるか！Thank you.
よかった。ゆいと、無事でよかった。ご主人様？
スーは…いけません。脱出なんて…できないんです。でも…ご主人様、もう歩けますから。ご主人様。